たた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 。炎上さんありがとう。やっほー。好き好きすーふわふわふわこんな気持ちいいメロメロディあ、お腹いっぱいだ。ご飯食べた。私昨日なんか6時とか7時に配信しますとか言ったのに、なんか全然何も考え、いや、なんか終わる時間を勘違いしてて、なんか始まりの時間が終わりの時間だと思っちゃってすごい勘違いしてた。今日はチヂミとなんかお肉とご飯食べました。嬉しすぎちゃん、ありがとう。こんばんは。始まらないなって思った。すいません。サボンちゃんありがとう。よいしょ。今日はねすごくね広島いい天気でした。今日は全国的に晴れですか？広島はめっちゃ晴れてた今日。どうなんだろう。ゆたまるバラありがとう。ひさしありがとう。アジサイ、アジサイだ。関東は午後から晴れた。あ、そうなんだ。やっぱりなんかね、新幹線は止まってるし飛行機はもういっぱいでみたいなことがあったらしいので、なんか私のところも一人来れなくて、なんか他のメンバーさんのファンの方も、メンバーさんメンバーのファンの方もなんか来れてない方がいたそうです。
東京駅にずっといたし、つらいね。負けちゃう。なんかいいことが、なんか交通系で来れなかったっていうさ、その自分の都合で来れなかったわけじゃないからさ、なんかいいことしてあげてほしい。いいことしてあげたいね。なんかあるメンバーのスペース当てたけど財布のせいでいける。え、そうだよね。なんかいいことがあるといい。私のファンの方も多分関東で来れなくて、多分新幹線だと思う。なんかあるかな、またやるとか。もう一回やるとか。ちょっと今日のスコアが悪すぎて、私は個人的にちょっと納得いってないところがあるので、もう一回やりたい。なんとかねしてあげてほしい。よいしょ。確かに次のスペイベでとかならいいね。確かに今日ずっとマスクしてたからめっちゃ。前半のチームは7位だった。9人中7位。リップ塗ろう。私めっちゃ弱かった今日。筋肉痛で。筋肉痛で全然さ、昨日やりすぎたね。予行練習をしすぎた。もはや昨日が本番だった説ある。確かに。ちょっと面白かったからまたやりたい。こんばんは。
なんかスタジオみんなが集まったのもなんか久しぶりだった。ゴルフいいね。あのパターゴルフやりたい。あれ私ね好きなんですよ。上手じゃないけど、ね、パターゴルフやりたい。そうだよ、スタジオ9人いるんだよ。多い？思ったより。え、パターゴルフ楽しくない？私めっちゃ好きなんだけど。なんかね、パターゴルフはね、パパとママとやるのが好きで。ちょっとやりたい、また。てか久しぶりに。ゲートボーイ、なんか老人の会みたいにならん。いやでもね、ボウリングはね疲れるよ。あの普通に気付けはないけど、なんかたまに行ってみよっかーってなるところが あるけど、まあ別にしょっちゅう行ってるわけじゃない。え、なんか友達とかとも行ったら楽しそう。筋肉痛なるかな。パターゴルフはならんのやない。なるか、久しぶりに動きましたみたいな感じだったらなるかもしれない。いやでも私とみちは今日本当に筋肉痛筋肉痛でした。ドッジボール怖いわ。てか昨日本当にちょうど今日の会場で練習したんよ。でもあの今日の会場の場所とは知らずに予約したから超びっくり。ボールが一緒だったでしょ。行きたいな。トウカさん行きました？山猫さんありがとう。え、やる、次なんかやるならなんだろう。え、なんだろう。パターゴルフパターゴルフやりたい。いやー人が多すぎてちょっと人多くない？な
なんか昨日の時点では夕方ぐらいだったけど、昨日は全然まあ多いけど多くなくて、ダーツとか、いやダーツやれた、いやダーツやりたいダーツがいい、ダーツ好きなんです。卓球か、卓球むずいよね。卓球でもあり。何がいいかな何がいいかな。でもいろんなパターンあるよね。なんか謎解きをやったりさ、水族館に行ったりとかさ、椅子に座って普通にゲームしたりとか、ボーリング大会みたいな超楽しかった。テニスは、いや強くはないね。私基本的に運動能力低いんですよ運動はね上手じゃないんですよ。だけどね、好きではある、やるのは好きです。あのお兄ちゃんがねテニス部だったから、なんか近くの公園でねよくね家族でこうやってあのやってました。弱かった下手くそでしたね。スポーツとダンスは別物ですか、どうだろう。あれじゃない、なんかなんか、ん、なんかね、いっぱいやったらどっちもそこそこできるんじゃないですかねマイハオ、あの別にダンスいっぱいなんか好きですとか言うけど、なんか別に元からダンスの才能があったわけじゃないし、なんかダンスはずっとやってたからまあそこそこできるよみたいな感じだから、まあスポーツも一緒。マサタロ、誰もありがとう。あ、ソロコンもあったね、ソロステージみたいな、あれは楽しかった個人的に。あの普段カラオケ配信とかでさ、なんか48グループの曲とかなんか歌える曲が限られてるんだけど、そのソロステージのイベントはなんか本当に好きな曲何でも歌っていいですよっていう回だったから、なんか嬉しかった。ソロコンでこれしか、あ、それ最高だね。そう、チェキもお渡ししたし楽しかったなんかライブしてさチェキ渡してって、なんか特典会みたいやね何歌った、ねももクロさんの曲と、あと初恋サイダー歌ったっけ。なんかでも30分ぐらいしかなくて、だから5曲か4曲しか歌ってない。なんかソロのやつは別に歌ってもいいし、それ別に歌わなくてもいいんですよ。なんかラジオやる
とかもあるしね、本当に自分の好きなように30分間使っていいよっていうねイベントだったんよ。私は普通にライブをした、ライブっていうか歌ったりとか、私のカラオケをみんなに見てもらもらったみたいな。あ、違う、初恋サイダーじゃなくてあれだ、プロミス・ザ・スター、ビッシュさんの。歌ったかな確か。何歌ったかね、あ、ちょっと覚えてないちょっと覚えてない。ももクロさんの曲は好きな曲と、冬だったから冬の曲、あとヘタレたちよと、なんだっけプライオリティを歌った気がする。多分そんな感じです。雪場のない愛の痛み、流れ出す涙を伝え、君はじっと僕を睨んでいた。なんで2番誰も本当の気持ちと知ってる。そう、みーちゃんが見に来てた。今さらなんて言わないでくれ、まだまだ間に合うだろう、ここから先は何があっても僕が君を守るよ、だから今になってやっと気づいたんだ。楽しい。いや、あれはプライオリティはね、あれなんですよあれなんですよこのショールームのカラオケ機能にはついてないんですよ。はい、入ってなくて、カラオケボックスの方にはあるけど、このショールームのカラオケ機能にはないっていうのもあって選んだ気がする。あとみんながさ、知らない曲ばっかり歌われてもさ、自分が歌いたい曲ってみんながみんな知ってるわけじゃないから、なんか知らない曲ばっかり歌われても面白くないかなと思ってなかなかみんなが知ってる曲をヘタレたちよと、あともう一曲なんか選ぼうって思って選んだのがプライオリティだった楽しかったあのイベントは。まあでもあれはさ、人数も多かったしいいよね。なんかやっぱ今
ボーリングスペイベやったけど、あの手前側のファンの人とはさ喋れるんだけど、あんまり奥側に座ってるファンの人とさ喋れなくってさ、なんか周りもざわざわしてたのもあって、マスクもしてるからなんか声も聞き取りづらいし、喋っても届かないみたいな感じだから、もう手前近くにいる側のファンの人と喋るのが結構精一杯だった。結構ね、なんか来てくれた人の中でもなんか楽さみたいなやつがあるじゃん。だからね、あのソロイベントは結構それで言うとみんな平等だからいいよね。まあ今日とか水族館とかみたいになんか距離感の近いスペイベもいいんだけどね、それもそれでいいよね。まあでもファンの人同士でなんか場所を決めてるならまあいいんだけどなんかあんまり、あなんか喋る楽しかったかなってなっちゃう。なんか奥側の人はさ声も届かないからなかなか一人挟んでこう喋ることになるから、まあでも楽しかったけど、普通に楽しかったんですけどね。なんかちょっと楽しかったかな楽しんでくれてればいいんですけど。でもマジで最近のスペーベほんまに距離近すぎて、なんかもう友達みたいな友達の距離感、うん、ここにおるけんそやんねとか言って前は今日はずっと太鼓叩いてた。うわナイスいけいけなんかミチュとかが持ってるなんか片手で持てるタンバリンみたいなやつがあって、あれが欲しかったんだけどちょっと在庫切れだった。代わりに楽しそうな太鼓持ってきてくれたマネージャーさんが楽しそうだなと思って持ってきた。ずっと叩いてた。うわすごい、ポン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 ちょっとあれ楽しい、あれ欲しい私。いやあれ家で叩くと音でかいんだろうな多分。ボーリングのあそこで叩いても結構音でかかったから、多分家だともう叩けないぐらい音でかいんだろうな。なんかねタンバリンあったんですよね。もうないかな。タンバリンあったんですけど、なんかショールームのカラオケ配信とかで使えそうだなっていうタンバリンがあって買ったんですけど、あの家で鳴らしたらもう音でかすぎてちょっと近所迷惑すぎるけん、ちょっと本当に全然使ってない。布巻いて使っとったぐらいでも全然それじゃタンバリン聞こえんしさ、
結局全然使えんかった。なんか本当のタンバリンって感じ。なんかあのプラスチックのさ、カチャカチャするカチャ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 みたいなタンバリンじゃなくて、もうちゃんとシャンみたいな感じのタンバリンだったから、あ、これは音がでかすぎて使えないわって思った。でこの前断捨離するときに結局買ったものの音がでかすぎて使えないから捨てた気がする。旦那さんありがとう。え、なんか歌おうかな。なんか歌おうかな。お腹減った。絶対嘘なんだけど。嘘にも程があるくない？お腹すくわけないよね。1時間前まで食べてたんだから絶対すくわけないよね。なんか私ご飯を食べた瞬間にお腹がすくんですよ。なんだと思います？ご飯食べて食べ終わった瞬間からお腹が減るんですよ。なんなんですかね、本当困っちゃいますね。歌おうかな、せっかくだから。食べた瞬間お腹すくの分かる。え、嬉しい、分かってくれて嬉しい。そうなんですよ、食べた瞬間お腹が減るんですよ。今日はツインテールです。そういえば、何歌おう。なんかオーバーチャーってグループごとにこう結構違うじゃん。なんか STU 以外のグループさんのやつ聞くのがすごいびっくり。あ、あれ音ちっちゃ。あ、え、え、あ、あ、あ、え、キビゴーじゃあじゃあいいですね。いいですね。何歌おうか。
友達でいられるなら、ああ。友達でいられるなら、こんなに苦しくはなかっただろう。この胸が張り裂けそう。ちょっと待って待って待って。私本当にラ行が苦手なんですよ。友達でいられるならで、あ
たん、山人子さん、ありがとう、まさたろう、七うさぎちゃん、サジカルさん、せいやん、山人子さん、けんいちさん、ありがとうございます。うんうん、なんか懐かしく感じるね、僕恋の曲って。そんなに前だったっけ。なんだっけ、もう1年ぐらい経つのか。ん花だれ始まって1年経つ。ゼロサム太陽、眼差しに気づいてた僕だから、胸の奥の影を照らしたかった。もしも好きな人できたなら、はっきりと
エブリデイカチューシャ歌おうかな。
なんか今日ボーリングで声出しすぎて喉が喉ガラガラなんですけど、ちょっと騒ぎすぎた。ありがとう、ひろたん、ぼくれんぼさらさん、山猫さん、まつるねきょうさん、ありがとう、エスチューさんげちゃん、昔からおじいさん、ひろさん、からさん、ありがとう。これはどこからどこまで、むさだろう、山猫さん、ひろたん、ありがとう。あい、絶対騒ぎすぎ絶対騒ぎすぎた今日、もう確実。愛しきライバルあるよ、僕恋公演のでやってた曲。うわ久しぶりに聞いた。夜空に眠る星と星とが巡り合うように出会ってしまった。運命の指示抗っても気づいた時には愛していたんだ。見つめ合った
嬉しすぎてありがとう。いやマジで騒ぎすぎこの次が従順なスレイブルンです。道行く車の流れを邪魔する、タクション何度も鳴らしているのに君への思いもここで十分取りたいわから、え？サルサみたいに電話を切るんだ、なんだって捨てるつもりになったんだ、100万分の1の確率でも僕への興味は強いのやだけど本当しい、なんかおかしい、怖いし当たらえ気づくことには慣れてないんだ、ちょうど旅流した涙、中心のスリーブになろう、僕はあれから囚われの未来よ、逃げ出せばいい鎖断ち切れないんだ、自由と窓から刺す安物のプライド満たすだけ、そのタグが緩めてくれた、そうだ愛は尽くすことだ。なんで音がおかしくなるの？え？ダンスは覚えてるみたいです。このミニアムのその前について見上げた部屋にカーテンが揺れている、あんなん冷たいふりした君が僕を待ってた、もういいパラドーカー、従順なスリーブになろう、君に左と言われたら左、そうじゃない右と言われたら僕は右の方、だけでもそういう気分じゃないのというよね、いつでも誰かを困らせたいだけ、僕への興味は強いロイヤリティ、だけど本当知ってるよ秘密、そう愛し合ったら弱くなるって、傷つくことには慣れてないんだ、情のために流した涙、歌えるんですけど
なんで？なんで？とりあえずさん、かっちゃん、けいちさん、しちゅうさぎちゃん、トムさん、山猫さん、ありがとう。楽しいカラオケ。でも今日ちょっと喉が潰れてる、若干。マジで叫びすぎた。
膨らむ未来の心が乾いた時誰かの愛を求めた悲しみの風が吹き花が枯れる日までこの涙を君に捧ぐたとえ君が気づかなくても少し温かで、いい曲ですよね。わかります。カラさんありがとう。アニさんありがとう。ってな感じで僕声公演はいい曲ばっかりですね。楽しいんですよ、やっててめっちゃ楽しかった。なんかね、なーちゃんの選曲がなんか結構ね、私あの図星な、図星っていうんですかね、私も好きな曲が多いんよ。なんか YouTube とかで上げてる歌ってみたとかも、うわそこ来るみたいなうわその曲好きみたいなことが多くて、なんかね、好きな曲のタイプが多分似てるんですよ。だからね、この公演めっちゃ楽しかったです。あの好きな曲のタイプが似てるからなのかわかんないけど、あ、これは全然関係ないんですけど、歌えなかった曲
けお兄様え、けさけさんありがとう。この曲好き。え、ちょっと楽しいんだけど。心のプラカードだから久しぶりの イコラブさん歌ってみようかな。あ、はい。
コールラブ。この空が鳥がだったよ。早くなり、あ、周りの女
になんか近所のおばさん感出てしまった。いいわね。あ、フラッシュたかれたね今。あれ、なんでで、なんでででで、なんでででで、なんでで、あー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 あああ、ちょっとお部屋の電気を消した。今 LED ライトがついてるので、あ、眩しすぎて全然それどころの話じゃなかった。眩しすぎー。え、これなかったら、あいつもの部屋になってしまった最強ツインテールはね、入ってないんだよね。あのカラオケボックスにいたらあるんだけど、あの子コンプレックス フランス溶かれた。
マイハッチってイコールラブさんの曲の中で一番好きな曲は多分あの子コンプレックスが好きですね。手遅れコーションも好きだけど、でもいやウィークエンドストローも好きだし、探せダイヤモンドリリーも好き、この空がトリガーもいいしちょっと難しいな、ちょっと難しいです難しいです。思い出のほとんど歌おう、急に急に歌おうかな。泣いちゃうよね。それぞれの窓から青い月を眺め、だらだら中電話しながら何でも話した。同じように見えても
リアさん、ひろたん兄さん、一瞬すぎちゃん、ひろたん、けんまんさん、小型ペンギンさん、けんまんさん、ひろたん、一瞬すぎちゃん、ありがとうございます。ありがとう。いい曲。なんか卒業系の曲ってやっぱいい、いいよね。やっぱいいよね。歌いたい。急に。君について、臭いもの蓋してた、愛が腐りかけてる理由や、見たくない現実とか、嘘だらけの思い出らしきもの、窓開けて打ち負けよ、臭いものだらけ、今曲を選んでます。何歌おうかなと思って見てる。チャンスのチャンマン、翼は色のいい点滅、点滅。きしむドアを押し開いて、誰もいない教会の中へ。これ入っててほしい。明日ここで会おうなんて、懐かしいステンドグラスほど、その時まで光と影の日々、私が大好きな曲。まさかの時間稼ぎだまさかの。今日のメイク好き。嘘。僕たちはあと何回夢を見られる、太陽あと何周回れるのだろう、また巡るその季節は何を伝える、今見える景色だけが全てじゃない、日差しが雲に遮られても、空の広さは変わらないんだ、明日も願うなら光はそこにある、その
しさをあと何回乗り越えればいい。グラウンドあと何周走り続けるの。勝利とは敗北とは何を伝える。泣けるほど熱くなれる大事なもの。その片隅に影があるから、やがて差し込む希望を待てる。いつかは振り向くわ、光は前にある。自分のこと信じなよ。諦めなければきっと空は晴れてくる。君の泣けろー急に楽しいけど楽しいな「やがて必ず届くことを海流は知っていたんだ」Bye.
声と彼方にあるのか世界の果てが見えなくなった世界で僕はどこへ向かう自然の意志は諦めない君をリスペクトする当たり前の毎日飽きることなく夢がどこかの さんありがとう、エスヨサギちゃん、カブリさんありがとう、クワトペンギンさんありがとう、ありがとう、ノブさんありがとう、へい楽しいいい曲、息をする心歌おうか。
ございます。あっちあっち。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。はい、ありがとうございました。今日は息をする心のスペイベがありまして、ボーリングやってまいりました。とっても悲惨な結果だったんですけどまあまあ結果よりも何よりもね、ファンの方とこう楽しく遊べたっていうことがすごくいい思い出になりましたはい、まあもうあんまりもうまあまあもうあんまりこうボーリングに関してはまああんまり喋らないようにしようかなっていうボーリングに関してそうですね、ちょっとノーコメントって感じなんですけど、まあ、まあ結果についてはノーコメントでいきたいんですけどでもすごく楽しくて盛り上がりましたし、やっぱり楽しかった、もう本当に楽しかったって感じです。もう一言でも最高でした。はいってことです。ちょっとだろうね、なんですけど、スタジオの一期生がね、なんと最下位、まあワースト3を取ってしまうっていうスタジオ1期生ワースト3って感じなんですけど、まあワースト3の中ではトップって感じなんで良かったかなって思っております。はい、スタジオの1期生には勝てたみたいで良かったかなって、まあそう、まあ、はい、今日あれ1期生しかいなかったか、まあ1位ですね実質ひどいひどい、スタジオの1期生がね、なんと激弱だったんですけど、仲良くやらせて、しかもなんかレーンがみちゅーありちゃんない派だったんですよ、ね、ワースト3がもう初っ端で終わってしまう。のランキングの発表の仕方がね、こう最後からだったんですけど、
はい、私はあの7位ということで9位中7位なんですけど実質1位って感じで、あの良かったはい、あの良かったかなと思ってます。楽しかったです。はいはい、楽しかったです。ありがとうございました。ラッキーセブン、イエーイということでただいまオンラインお話し会、オンラインお話し会と6月末にある大阪の直接会えるお話し会の再販が始まっております。よかったらマイハに会いに行きたいなと思ってくれたりだとか、マイハともっと話したいなって思ってくれた方はぜひ追加や初ポチよろしくお願いします。いや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 、サイン会の方もあのサイン会だったりツーショットだったり感謝枠空いてるお日にちありましたらぜひお待ちしております。ぜひ来てください。イエイ、よろしくお願いします。本当に枚数足りてますか？今のままでいいんですか？もっともっと声出せばということで、さっきですね、夏の全国ツアーのあの出演日程が決まりましてですね、全員出る日にちとあとちょこっと出させてもらうことが決まりましたので、ぜひそちらもチェックをよろしくお願いいたします。イヤホンで聞いてる人を殺そうとしてる。いや、そんなことないですよ。すいません、ちょっとテンションが上がりました。よろしくお願いします。お腹鳴りました。ということで、あ、どこ、兵庫県ですね。2日目のお昼公演に出演させてもらいます。あとは全員が出るところです。大阪と、大阪じゃなかった、東京と、どかです、だったと思う。ちょっと待って、どこ、あれ、あ、こっちだ、じゃん、お、すごい、福岡市民会館にて予定を開催しておりました STU48 全国ツアー2019追加公演にご当選されていたお客様は優先的にご案内いたしますって書いてあるよ。福岡公演、すごい、そう、中止になったんですよね、出れなくてね。そう、兵庫県の7月30日の、あ、2部あるんだ、2部ありました、1部2部出演させていただけるそうです。ふいあと、東京の8月31日と大阪9月30日に出演させていただけるそうなので、よかったらぜひお待ちしております。
充電がないらしい。お待ちしてます。感じでした。ありがとうございます。それではぜひお待ちしております。ランキング読みます。13位小型ペンギンさんありがとう。順に昔からおじいさんありがとう。ずいちゃろこぽこさんありがとう。ずいももさんありがとう。9位カプレさんありがとう。前8位は九州ののぶさんありがとう。素晴らしい歌声、そんな全然素晴らしくない。ありがとう。7位さとけんお兄様ありがとう。6位七うさぎちゃんありがとう。5位まさたろうありがとう。4位ぽくれんぱさらさんありがとう。3位やまねこさんありがとう。2位けんまんさん、まえはちゃんかわいい配信ありがとう。こちらこそ。そして第1位はひろたん、今日頑張ってよかったよ。僕にはまえはちゃんの歌声が最高のご褒美です。ありがとうございます。ありがとう、皆さんありがとうございました。アニさんありがとう。お疲れ、ありがとう。ということで、今度のボウリングで叫びすぎて声が潰れてない日にまた歌いたいと思っ歌いたいです。今日は一日お疲れーしょん。またねー、せーの、バイチャ、おやすみなさい、バイバーイ、おやすみなさい。